はい、今回は天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になるという噂についてですね、調べてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。こちらの噂ですね、結構有名みたいなんですよ。で、僕は全然知らなかったんで、ちょっと調べていて、このようなものを見つけたんで、何かなと思いまして、こちらの件今回、触れていこうと思うので、今回もよろしくお願いいたします。皆さんはこちらの噂っていうか、このようなご経験が、ある方がいらっしゃいますかね。一定数の方がこのね、天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になるっていう噂っていうか意見があり、なんでなのかなっていう、そういったことがちょっと話題になるんですね。で、今回はこの話なんで、ちょっと軽く、ゆるく、お話ししてみようと思うんですが、僕は天下一品のこってりラーメンを食べて下痢になったことは ないと思うんですね。っていうか、そもそも僕は住んでるところの近くに天下一品があんまないので、そんなに行けないんですね。行けて月に何回か行けるぐらいかなっていうことで、あと日本全国にね、結構ボリュームが多い、ラーメン屋さんで二郎ってありますが、ちょっと女性の方は若干入りづらいのかなっていう、節もある、お店で、味はね、天下一品もラーメン二郎も美味しいと思うんですが、二郎っていうのはとにかく量も多いんで、ちょっとどうかなっていうところがあるんですが、この天下一品とか、あと二郎とか、その二郎の系列のお店あるじゃないですか。系列っていうのかな、よくわかんない、なんか似てる味のお店、なんていうんですか、二郎みたいな、そういったお店も、ラーメンのね、味がこってりなんで、こういったこってりラーメンを食べると、下痢になるっていう、噂があるらしいんですね。で、僕 の, あ の, その住んでるところって、天下一品は行けなくもないんですが、その二郎とか、二郎の似たようなお店があまりないので、あんまり食べないというか食べれないんですね。二郎っていうのはね、何回か食べたことありますけど、美味しいかまずいかって美味しいと思うんですけど、結構量が多いんでね、僕太ってますけど、結構胃もたれするななんて思ったりもするんですよ。ただ、二郎でも別に下痢になったことはないかなと思うんですよね。で、この天下一品のポイントっていうか、天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になるっていう、この天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になるっていうところまでが、おそらくワンセット、天下一品のこってりラーメンを食べると、お腹を下すっていった、その噂なんですが、もちろんはっきりとっていうのは分かりませんが、やっぱりこってりラーメンっていうことじゃないかと思うんですよね。こってりっていうことで、スープに何かしら要因がある、と考えられます。その天下一品もね、ラーメン二郎も、スープがこってりじゃないですか。ちょっと女性の方はね、天下一品は女性の方も行かれると思いますが、二郎ってちょっとね、二郎あるいは二郎系とかって、女性の方があんまり行かないのかなと思うんですけど、このなんていうのかな、そのこってりのスープが原因であると。で、天下一品って僕その何回かしか行ったことないんで、そんなちょっと覚えてないんですけど、こってりラーメン以外にも確か味が他にもありますよね。あっさりとか、あと屋台の味とかっていう、いろんな味があったと思うんで、こういった話が出てるんでね、天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になるっていうことなんで、それであれば真剣にですけど、あっさりとか屋台の味にした方がいいんじゃないかなとか思ったりします。だから、この天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になる、っていうことなんですよ。で、例えばこの意見に関してはね、やっぱりいろいろなことが言われていて、天下一品のこってりラーメンを食べるイコール、下痢になることを覚悟するとかね、覚悟してまで食べるものでもないと思うんで、で、その天下一品のこってりラーメンのこのスープがね、ちょっと調子、体調どうかなとかと思う、そういったご意見がよくあるということで、で、これをちょっと調べてみて、思ったことがあって、その食べ物とかラーメンとかに詳しい方のご意見がありましたので、そちらのご意見を考えて、どのようなことかっていうことをかとね、行こうと思いますが、天下一品とか、ラーメン二郎あるいはその二郎 に似たお店で、ラーメンを食べてお腹を壊す人、お腹を下す人っていうのは、やはり油が要因じゃないかと言われていると。で、このラーメンのスープに含まれている油がですね、消化不良とかあるいは腸内に入り、
まあ吸収がしづらいから、それが理由で原因となって、下痢になるんじゃないかっていうことを、まあその食べ物に詳しい方が、まあ、書いてありました。まあやはりスープのこの油がね、要因になるっていうことですね。だからこの天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になるっていう噂は、このスープを飲むと、こってりラーメンのスープを飲む、あるいはスープを全部飲むと下痢になるっていう、まあ、ことなんじゃないかなと思います。だからこういった噂があるんで、まあ皆さんも行かれる方いらっしゃると思いますし、僕はわりかしラーメンよく食べに行くんでね、分かってるんで、こういった話が、まあ、天下一品のこってりラーメン、まあ、を食べるときは、まあ、スープは全部飲まない方がいいんじゃないかと。だからまあ柵っていうのは、まあ、なんていうのはいくつかあると思うんですよ。天下一品のこってりラーメンを頼んでもスープを全部飲まないとか、まあ他の味ね、屋台の味とかそういったものをするのがいいかな。ただね、やっぱりこってりラーメン好きな人っていますから、まあ、僕もラーメンはこってりラーメンの方がまあいいかなと思う派なんでね。で、例えばこういったまあね、天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になるっていう噂があるっていうことは、まあお店は知ってるのかどうかわからないですが、もしもお店が知っていてもね、まあこのことに関してはどうもしないはずなんですよ。なんでかっていうと、まあ天下一品もそうですし、ラーメン二郎もそうですが、やっぱり人気の秘訣っていうのはスープだと思うんですよ。スープとか、まあ、なんて言っていいのかわからないね。油がたくさん入ってる、まあスープ、あと濃厚な味のスープなんで、まあ、それでね、お客さんとかファンとかリピーターが多いんで、味を変えるとは思えないんで、そうなってくると先ほどお伝えした、まあ、確認になりますけど、まあ、天下一品のこってりラーメンの、まあ、こってりラーメンっていう味を避けるってことですね。あっさりとか屋台の味とかにするとか、あるいはこってりラーメンを、まあ、注文してもスープを全部、まあ、飲まない、まあ、そういったようなことがいいんじゃないかと思います。僕はここ最近ちょっと全然もう数ヶ月間ぐらい天下一品に行ってないんで、まあ天一とかって言いますけどね、天下一品に行ってないんで、ちょっとこの話あんまり、まあね、僕は食べても下痢にならなかったんでわからないんですけど、でまあこれ多分リスナー様でも思った方いらっしゃるかと思うんですが、まあラーメン屋によってですね、これっていうのはまあちょっと異なると思うんですけど、確か天下一品って、ね、スープを全部飲み干すと、なんか丼の下の方になんか文字書いてあった気しますよね、しますよねっていうか、そんな気するんですよ。で、例えばラーメンのスープを全部飲んでも、もちろん何も書いてないところもありますし、まあ、このなんかね、まあ、何か文字が書いてある、ところも あるんで、まあ、僕は割とっていうかほとんどですけど、まあ、ラーメンを食べたら、スープを全て飲むっていう、まあ、そういうまあ感じっていうか、まあ、そういうのなんですよ。まあ、美味しいと思ってるんで、で僕は下痢にならないんでね、っていうことなんで、まあ、今度ちょっと天下一品のこってりラーメンを食べて、ちょっとスープを全部飲んで、丼の下に、なんか確か文字書いてあったかななんて思ったんで、ちょっと時間があるときに行ってみようかなと思いました。まあ、この天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になるっていう噂がですね、まあ、ネット上とかで結構話題になってるみたいなんで、まあ結論から言うと、こってりラーメンを頼んでもスープは全部飲まない方がいいし、あるいはね、そういった下痢になるっていうことが懸念されるんでしたら、ね、まあ、あっさりとか屋台の味を頼む方がまあいいんじゃないかなと思います。まあ、僕リスナー様にお伝えしたことがあると思うんですが、痩せたいなとかって言っておきながらね、ラーメンを食べに行ってね、スープをすべて飲むんで、だから太るんでしょうね。まあ、ちょっと僕はそんなことを思いながら、悩みながら日々過ごしてるっていうことで、今回はこの天下一品のこってりラーメンを食べると下痢になるっていう噂がありまして、こちらの噂について、で、まあ、どういったものなのかっていうことについて、調べて思ったことを解釈をお話してみたので、何かご参考になっていただける点が一つでもあれば何よりですということで、今回のコンテンツここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。